じいちゃん、パパ。さあ、今ね、岐阜県の土岐市にある土岐アウトレットパークに今ね、ちょっと紅葉を見に行くついでに寄ったんだけど、マリオのイルミネーションがあるらしいよね。なんかあの空に飛んでいけるようなブランコがあるらしくてさ、あそこに多分な子供たちで並んでんだろうな。あ、これお金いるんだ。1回500円だって。1回500円でなんかスイングするらしい。あ、ハーネス体につけてあれで飛べる。さすがに一人ははずい。お、だいぶちょっと綺麗に、さっきより綺麗になったな。さあ、今1時間半ぐらいかな、ずっと駐車場待ちで待って、で今ようやく止められそうって感じだね。そぎグラウンドに車を止めて、こっから徒歩どれぐらいだろうな、10分ぐらいかな。歩いてちょっとイルミネーションの場所行きます。ちょっとお金用意しないと。ちょっと待って、今現金300円ね。水面がね、揺れると多分もう全然見え方が変わってきそう。水面が鏡みたい。鏡というか本当実際にそこにあるみたい。なるほど、こうやって映ったらそぎ公園ってわかるようになってんだ。あ、豚汁一杯ください。すごいね。
すごいな、ここすごいかも。あれちょっとこれ分かりづらいけど、あの奥が逆さもみじになってる。いやーでもこれが今年でなくなっちゃうのはちょっともったいない気がするな。来年からちょっとライトアップが見れなくなるだからね、ちょっと見とかないと。よかった最後に見れて。今ねもう帰るとこなんだけど、8時過ぎるとさすがに駐車場に並ぶ車はなくなってきたね。あんまり時間取れないけど、9時までがライトアップだから、もしかしたら8時ぐらいに到着するのも悪くないかも。